はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は波動高校サクチャレをやっていきたいと思います。でデッキの方はこんな感じになってますと、前回の SR プラゴの新島ちゃんを連れてきてます。で今回のデッキのポイントは、まず3股ですね。新島ちゃん、今野ちゃん、レンちゃんでプラス、ホムラちゃんを連れてきてるので、エピローグ経験点がかなりもらえるというような編成になってます。で、レンちゃんに関しましては、彼女にしていきます。で、二股以上に、ね、なるとレンちゃん扇風機をくれるんですけれども、サクチャレに関しては別に、扇風機とか全く関係ないので、でレンちゃんを彼女にすることによって、二股以上 の、 あの井戸端会議ですね。で評価が、ね、下がんないんですよ、レンちゃんって彼女にすると。なので、評価戻しに関しては新島ちゃんと今野ちゃんの評価を戻していけば大丈夫というようなところで、ケアが楽になるというところですね。で、あと欠点としては新島ちゃんのエピログが発生しない可能性があるので、ちょっとそこはしょうがないかなと、起こってしまったものはしょうがないというところで進めていくのと、練習での経験点ですね。そもそもマネージャーキャラが2人いるのと、新島ちゃんに関してもそんなに、タックで経験点を稼げるキャラではないので、どれだけ、他の一般人が燃えてるかというところですね。で、水着ひじりちゃんをお借りしてます。で筋力キャラで、江戸川くんを連れてきてますというところですね。で、前4あと2ですね。新島ちゃん、江戸川くん、レンちゃん、ホムラちゃんが前4なんですけれども、基本的にホムラちゃんもレンちゃんも新島ちゃんもイベント数自体は少ないので、なんとか完走はできるかなと、思います。でその代わり後イベの今野ちゃんと、ひじりちゃんが重いので、わりかしバランスは取れてるデッキなのかなと、思います。とりあえず今回これでやっていきましょう。何はともあれまずは彼女にしていくんですけれども、新島ちゃん一応評価を上げていきましょう。クリスマスはね、もちろん今野ちゃんかレンちゃんがいいんですけれども、多分ねこの編成はね、あの爆発力っていうか、あれはねそれはないと思うんですよね。もしかしたら結構点はいくかもしれないんですけれども、だったら練習をねやっぱりねかぶせた方がいいと思うんですよね。この編成だと練習どこもかぶってないんで、ワンタックしか狙えないんですよね。そこがどう影響してくるかというところではあるんですけど、とりあえずレンちゃんと今野ちゃんは出たので、優先して評価を上げていきましょう。で新島ちゃんもコツは取れたので、インコースはそんなに高くなかったよね。で誰を上げていこうかな。新島ちゃん結構上がってきてるねさすが45と、やっぱね10評価が上がってるだけでも全然違うんで、で、ちょっと彼女キャラが出てきてはくれなかったね。まずはやっぱりねクリスマス経験点をもらうっていうところが一つのポイントだと思うので、レンちゃんがいますね。レンちゃんの評価上げていきましょう。 OKOK もうどんどん一緒に帰ろう。いや野球部ってさ、そんなモテんのかねモテるらしいですね、強いと。そこはいいよね。その代わりね練習とか超きつそうだけどね。新島ちゃんとかがいたけど、ここはメンタルでいきましょう。ちょっと怪我率もあったんで、今野ちゃんの評価を上げて、であとわりかし今野ちゃんもね回復イベントを行ってくれるはずなので、あんまりね寝たくないですよね。やっぱりちょっと精神とかでね割と回復していくっていうのも、全然ありだと思います。で、コツに関しては、ひじりちゃん今野ちゃんもいるのでやっていきましょう。ここでひじりちゃんとかはねなかなかね直取りでコツを潰せないっていうところがまたちょっときついんですけれども、ひじりちゃん自体はそんなにねコツをくれる子じゃないんで、わりかし経験点に、なるというところがサクチャレに関してはいいですね。で今野ちゃんさすがですね、回復をしてくれると。レンちゃん、今野ちゃんが乗ったんでレンちゃんの評価を上げていきましょう。いや頼むよ、これだけ
評価上げてるんだから、クリスマスはね間に合ってほしいよね。こいつは50分間のテストマジで何やってたんだ多分超暇なんだろうな、わかんないと。何にもわからん、暇だ寝ようみたいな。誰もいないんで、虹島ちゃんあげちゃっていいかな。どうしようかな、江戸川くんとかの評価も低いんだよね。監督もいるし、ちょっとこれは肩にしておきますか。で、江戸川くんも通常イベントでね、あの体力回復イベントを持ってるんで、まあ、そういうところはあんまり無駄にしたくないですね。このね、ひじりちゃんね、ポイントが下がるっていうところがねちょっと微妙だよね。まあ一番最初よりはね全然イベントは良くなってるんですけど、でレンちゃんも回復してくれたりするんで、今野ちゃん大丈夫だから、ここはホムホムと江戸川くんの評価を上げていきましょう。コツがあんまり来てないね。新島ちゃん、今野ちゃん、そうだからね、ひじりちゃんが守備じゃないですか。だから水鳥をね、まあ、入れようかなとも思ったんですよ、江戸川くんの代わりに。ただそうするとね、多分筋力ポイントが足んなくて試合でね打てなそうだなっていうのが結構懸念材料だったんで、とりあえず今回は江戸川くんを連れてきてます。よしよしよし、まあ、告白が来てほしいんだけど、まあ、こういうね体力回復もでかいですね。でまあ、選択肢によっては新島ちゃんのこのイベントも体力は回復できるんですけれども、まあ、これは普通に経験点重視でいきましょう。で結構評価が上がるんで、新島ちゃんもわりかしもう評価いってるんじゃないか。あ、行きましたね。これはちょっと新島ちゃんが来る可能性もあるんだけど、穂村ちゃんどうすかな、体当たりなんだよねやっぱり悩むのが。でヘッスラは潰すでしょ。で逆境潰す、逆境じゃねえや、ムード丸を潰すっていうのもあるんですけど、まあインコース潰しておきましょう。悩むね、体当たり、体当たり、大丈夫だ、大丈夫なはずだ。確率的には何分のいくつ、チャンス OK。まあ、こういうところもね多少勝負に出ないといけないんで。あれ、あんまり燃えてないな、マジか。ちょっともっと放火しろよ。新島ちゃんがいるけど、もうさすがにここら辺無理なんで、メンタルして江戸川くんの評価を上げておきましょう。さあ11月もう入ったんで、ちょっと告白イベントが来てほしいですね。もう誰でもいいよ、もう新島ちゃんでもいいよ、最悪最悪とか言って超失礼だよね燃えてる、2人が燃えている。こういうさ2人ってどうなのっていう。まあまあこれはでも火消しにかかりましょう。火消しをした方が、あの主人公が放火魔になるんで。あ、ドキドキドキ、これはもう11月の2週でしょ。告白しよう、もう安全に行こう、安全に。で体力も回復してくれると。よしよしよし、放火魔になったな。全然放火魔になってねえし、何なの全然放火してくんないんだけど。じゃあこれはどうすっかね。まあホムホムの評価でも上げていきますか。臨床も足りてないんで。 OKOK、 ラブパワーありがとうございます。よし、小村ちゃんの体当たりが来ましたね。これで体当たりは潰しておきましょう。でチャンスもね、わりかしすぐ来てくれるとありがたいんだけど、もうバイトなんてね最悪1週間で終わるからね。体当たりありがとうございます。で体当たりを潰しましょう。練習がなんかこうこれだっていうのがないね。どうするよ、号令かけちゃう。もう11月の4週だしね。どんどん活用していこう。よしよし、コツが来てる。ホムホムはちょっとコツが多いんで、新島ちゃんチャンスメーカーと意外性ですね。あとは取れっかな。チャンスメーカーが意外に使う。
意外性が無理だなこれ多分。意外性って50くらい使ったよね。どこだいつも分かんなくなんな。ね、意外性、意外性、あった、そうだよね、精神50だもんな。だったらどうしよう。ちょっとチャンスメーカー一回外して、チャンスメーカーのコツが来てもしょうがないかなっていうところで、まあ、いきますか。これは新島ちゃんあげましょう。あとはね、新島ちゃんの告白が来ないことを祈るむしろ来ないことを祈ると。よし、火をつけろ、お前どんどん火をつけろよ。いいね、いいね、いいね。で、江戸川くんの金徳の方が進んできましたね。パワーをね、上げていかないといけないんで、パワー C で、確定で金徳がもらえて、まあ、経験点もね、かなりもらえるんで、一応パワー強化で来てるんで、パワー強化っていうか何、パワーアピールみたいな、まあ、C にはわりかしすぐ持ってくるね。パワー D の51って結構高くないですか、初期値で。燃えてるけどひじりちゃんが燃えてない。にじまちゃん、にじまちゃんよくコツがあるね。この2人が燃えてるけどどうしようかな。まず意外性は絶対取れる。で、チャンスメーカー、チャンスメーカーもう取っちゃおう。これはで、にじまちゃんはちょっとねポイントは低いんですけれども、コツ練習で、ポイントをくれるようになりましたと。これは、おお、そうかそうかそうか、なんでこうやる気を下げてくるんだ。あー、ちょっともったいなかったね。どうしようかな。俺の馴染みの店に招待と、ついていくになると体力は回復するんですよね。江戸川くん、ちょっと他のイベントがあんまり分かんないんで、一旦調べます。そうですね、一番上が、まあ、体力回復しつつちょっと経験点で、真ん中が、精神で、一番下が、技術と敏捷プラス江戸川くんの評価アップということなので、どうしようかな。これでいいかな。ポイント自体はね、真ん中と一番下変わんないはずなんで。ちょっと全然読んでなかったけど、どこに来たのこれまあいいや。で、一人ずつだな、燃えてんのが。全体的に燃えてないんだよね。どうなんだろうな。もうこれ号令かけちゃおっか。何にもない。何にもないし、全員燃えてないし、でどうすっかこれは。こんなちゃんちょっとでも回復してもらおうか。てかこんなちゃんさ、もう評価マックスになったね。まっ、ひじりちゃん、おいいね、やる気を上げてくれた。ラブパワーになってるとね、今のやる気がどうなってんだかよくわかんないからね。で、ここは息を学んでいきますか。一番下はね、イベントが終了しちゃうんで。あ、そうか、自分で考えるにした方がよかったね、経験点もらえるんで。で、一番上は、体力が回復できるんですけど体力マックスだったね。一応2人燃えてる。まあイベントキャラクターが燃えてるんで、経験点はそれなりか。で、プール、プールは何がいいんだ。12月の3週にさ、プールに行くってさこいつらすっげえな本当に。普通のウォータースライダー、これ確かコツが変わるくらいだったっけ。なんかあれだけど、あ、初級コツもらえるのか、いいね、いいね。で、クリスマスはコンノちゃんと過ごせたんで OK ですね。さて、レンチョンとか今どうなってんの評価あんま見ないね、そういえば姿を。これどうしようかな、肩にしとくか。人が集まってるんで、まあちょっとでも経験点をもらっていくか、それとも火を消していった方がよかったかね。コンノちゃんの初詣はどんな感じになるんだ。まあ、大吉とかが出てくれればいいんだけど、小吉、ああ体力回復するのか、悪くない悪くない。新島ちゃん、まあ、働いてはくれてるよね新島ちゃん。ああ、レンちゃんいる評価ちょっと低め。まあ新島ちゃんこれだよね、やっぱりタッグはしょうがないよね。
ま、ちょっとでも経験点をくれればいいんで。いや、コンノちゃんいいね。一番最初はね、思想した時はカリンちゃんを入れたんですけど、ほら行け、いいね。40、40、40ですよ。40、40、40、120ももらえるとかなりでかいよね。ここはひじりちゃんがいるからわりかし技術ポイントが乗ってる感じか。まあやっちゃおう。だからね、4人バーニング、5人バーニングが来てくれればいいんだけど。ほら火をつけろ。なんかあんまり火つけねえな。でコツ、コツはひじりちゃんか。無理なんだよな。キャッチャーとかもうどうにもならないからね。送球はもう潰しちゃおう。バントか、取っとく。これでちょっといきますか。一応精神ポイントが結構もらえたのか。よしよしよし。ひじりちゃんはコツをくれない子だからね、こういう時むしろ助かる。で、後イベがもうそろそろ終わる。そうするとで燃えてる人たちはどうしようかな。火消しをするか、まあ燃え移るかもしれないけれども、まあ、とりあえず、うん、火を消して、あとはまた主人公が放火してくれることを祈ると。スバルと出会ったんで、まあパワーはいいとしても、これは体力を回復して、ミートがねさすがに G なんでちょっと上げておきましょう。D くらいは欲しい気がするけど、いけるかな。いけなそうだな。いけるか、ギリいけるか。ただコツを取ろうとするとちょっときつくなるから、100くらいは残しておくか。でタック、ここが2人燃えてる。まあでも小村ちゃんがいる。筋力だけで40いくつか。あ、でもここも11だからスカウトさんもいるし、まあ、総力をやっておきますか。バレンタイン前なんで体力は減らしておきたいと。あれ、コンノちゃんってなんかよこしたっけ。虫歯とかよこす人だっけ、あの人。まああんまりね、それは頻繁になるかって言われたらならないと思うけど。よしよし。なんか怖いな。江戸川くん、江戸川くんはパワーヒプルヒ。あとはチャンスメーカー、何があったっけ、パワーヒプルヒ、チャンスメーカー、満塁逆境か。結構厳しいな。いやちょっと厳しいな。江戸川くんでしょ。パワーヒプルヒを取ると確実に筋力がなくなるっていうか、取れなくね。取れないね。パワーヒが重すぎるやっぱり。逆今日は100だよね、確か。100か。これちょっと取っとこう。満塁？これもきついな。精神が完全になくなるな。ミートを上げるあれがなくなる。ミート D は欲しい。パワーヒトプルヒは使わないけど、いや、パワーヒトプルヒにしとくか。満塁。あれ、満塁だよね。さよならじゃないよね。さよならと満塁をね、たまに間違えるからな。満塁だよね。じゃあ満塁も取っちゃいますか。で、コツが来た場合には、あ、しまった。なんか持ってたっけ。体当たり、ムード、筋力ポイントくれた。教えなーいと。ミートいいで、ちょっと2本打てるかどうか。まあ、結局ね、何投げてくるかなんですよね。結構ギリギリだったな。はい、 OK。 今のダメなの。今のいいでしょ。センター前だよ絶対。スタドラはね本当に打ちづらい。コンピューターとかさ、ダークネビュラ結構打ってくるけどさ、もうよく打てるよねって。まあ、コンピューターだからしょうがないんだけど。ロゼルージュはね本当に打てないですよね、マジで。
これでコツが来てて、ひじりちゃんだからコツをくれないことを祈ってコツをくれた。しかもキャッチャーどうする。これはキャッチャーを潰しておくか、キャッチャーにして、てかキャッチャーで来ればよかったのかそもそも。あれ俺なんだっけポジション、まあ、何でもいいやって言って決めたからな。でレンちゃん、レンちゃん影薄いな新島ちゃんがまだ告白イベント来てないのか。まあレンちゃんも来てないんだけど、そうするとどうしようかね。なんかこれといったものがないんでデートしておきますか。まあ、デートもね別に感想目的ではないんで、まあそれなりの経験点かな。新島ちゃんがね3回目以降のデートで結構経験点くれるんで、ホムホム1人が燃えてるけど、まあタックなんでやっておきますか。まあ1周目だからな、ちょっと号令をかけるっていうあれでもないし、でもまあ4月が来れば1回くらいは評価下げてでも号令をかけられると思うんで、レンちゃんの告白が来ましたね。これは彼女にしていきましょう。こいつはマジでどうやって入ってきたんだ、これって犯罪じゃないのまあいっかってなってるけどさ、号令かけていく。今燃えてるのって何、3人3人しか燃えてないのか。号令かけよう。でこっちかこっち、いやどうするよこれ。パワーヒトプルヒはこれ取れそうだね。パワーヒトプルヒ、あ取れるは取れる、よしよしよし、経験点にしていこうどんどん。でレンちゃんでもさ多分デートしていかないと評価足んないよね。一応ひじりちゃん金徳が終わって、まだ通常イベントが1回残ってるよね。でタック、まあ新島ちゃんか、ちょっとレンちゃんとデートをしますか。強化上げをしておかないといけないんで、さすがにね井戸端が起こった時の3人のケアはなかなか難しいですよね。新島ちゃんがね、まあ、あの練習で評価を上げられるんですけど、2人ケアをするのもね、まあ、いつ井戸端会議が発生するかっていうところもあるんですけど、もう7月のね後半とかに来られると本当無理なんで、小村ちゃん結構来てるね。ただここは回復しつつ筋力ポイントをもらえるっていう美味しさがあるんで、よしよしよし、筋力だいぶ使ったからねパワーヒッターフルヒッターで、ちょっとってかさ全然燃えてないよね、全然燃えてないよね、何なの主人公、ちょっとマジでもっと放火しろよ。どっちがいいかな、ひじりちゃんの方が良さそうだね経験点的に。でイベント数的には全然こなせると思うんだよね。ちょっと新島ちゃんが来てなくて、ホムラちゃんがようやく終わったか。結構頑張ったねバイトで。江戸川くん、まあ、結構もらえるね、いいねいいね。いやてかさ全然この波動強化のさ特性を生かしてないよねバーニングが普通の波動高校だよ今のところ。これアイス、アイス、もう主人公どっからアイス持ってきたの物質とかにはだってさアイス置いてないと思うんだよね。よし新島ちゃん来た。恋人になりましょう。よく言えるよな、お二人彼女がいてさよし俺が恋人になるよさらっと言うからね。江戸川くんかひじりちゃんだったらまあ 7%、 どうしようかな。
これはレンちゃんをちょっと評価上げたいっていうのもあるからね。レンちゃん、どっかでねやる気が下がるんだよね。ここだっけ、超か。ああ下がった下がった。あー来た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 。これはねそう下がんない、レンちゃんは下がんないんですよ。これが結構助かる。江戸川くん、まあやっておきますか。でコンノちゃんもちょっと評価を上げていかないといけないんで、とりあえずスバルはぶっ倒しておくか。もう一段階ミートは上げたかったけど、ちょっとミート打ちでいきましょう。よし OK。 あとは強振よーしって言ってもさ、これ確か経験点変わんないんだよね。20-20のはず、何点取っても。やる気上がらない。全然燃やさないな。一応チームメイト評価上がってくれたのは助かるから、まあ新島ちゃんは多分ほっといてもなんとかなると。問題は今野ちゃんなんだよな。レンちゃんがまだ行ってない。これレンちゃん下がってたらほんと厳しかったな。そろそろレンちゃんマックスになるのかな。いやーこれどっくらいメール来てたんだろうなそうだ体力下がるんだっけ。今野ちゃんもちょっとケアしておこうかな。5月か、まあ、練習がねちょうどかぶってくれれば全然いいんですけど。でここは打っていきましょう。まあ少しでも経験点を稼ぎつつ、ミートね DC は欲しいかな。やっぱり CC は欲しい。できればパワーはね B 欲しいんですけどここでねやっぱりね江戸川くんがいないと筋力ポイントが稼げないんで。あれ俺あれだった、レギュラーじゃなかった。あんまり監督の言葉聞いてなかったんだけど監督の言葉聞いてないとか最悪の部員だな。しかもなかなかこう際どいところに投げてくるね烏丸君は。とりあえずヒットが打てれば OK。 もうこの際ここでね評価が下がるっていうのがねほんと最悪だからね。でそれに連動して夏の試合レギュラーになれないっていう。まあそしたらねそしたら終わりなんだけどね、もうさようならっていう感じで。どうしようかな。まあデートでしまった、レンちゃんの評価見とけよかったかな。今野ちゃん行くか一回。15下がってるんでもう一回デートか練習すれば全然大丈夫ですね。で体力は減らしたくないので室内で練習しましょう。こういうところに、あ、こんのちゃんいるね。しかも2人燃えてる。まあ2人燃えてるっていうのはそこそこ来てるか。でこっちは新島ちゃんのコツが来てるけど、まあこっちかな。2人燃えで終わりか。もっと3人燃え4人燃えとかしたいんだけどな。もっと燃え燃えしたいよ。でこんのちゃんもう完全に戻ったね。まあわりかし早く来てくれたんで全然ケアできる範囲内でしたね。チームメイト評価もなんかイベントでどんどん上がってるんで、まあ新島ちゃんも評価の面では大丈夫ですね。評価の面では、あ、すっげえいっぱいいる、4人か。これはここだね。一応他のも見つつだけど行きましょう。
だこれ多分さ、もっとイベントキャラクターが絡んでくれてればもうちょっと伸びたりするのかな。で、悪くはないんだけどさすがに無理だからちょっと評価を見つつ、レンちゃんがまだか、ちょっとレンちゃんデートしましょう。体力回復するっけ。なんかレンちゃんってさ微妙なところでこうブブーブブーとかになるからね、これやる気下がるっけ。こいつ作るのにいくらかかったんだろう。あ、そもそも体力が回復しないのか。でレンちゃんは大丈夫。レンちゃんは間違えた、まだ粘るな。てかレンちゃん評価上がった、さっき。ちょっとレンちゃんのこのイベント具合を確認してからやった方が良かったね。結構レンちゃんに振り回されてんな。まあ、一応金徳のところまで来ちゃったけどね。うわ上がらないけど、まあ確かに経験点はくれる、わかる、経験点はくれるよ。ちょっとやる気か、これ最悪下がるからね。23% ね、 23% か。もうだったらちょっと新島ちゃんいきますか。3回目までいけばかなりデートの内容が良くなるんですけど、まあ、ただ SR45 だからね。これどんくらい回復するんだろう。もう31とか半端だな。どっち、精神でももらっとく。いない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 、これは号令をかけましょう。よし、オッケー。ホム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 、てかレンちゃん、そうだレンちゃんまだなんだ。まあ新島ちゃんもまだだし、どうしよう、こっちに行くか。エピローグポイントを注視で、ちょレンちゃんこれでどう、え、どう、8って普通だよね。なんか中途半端な数字だと完全に上がりきったんですけど、これレンちゃんマジか。7月の一周結構怖いな。小村ちゃんのコツとか踏んどきたいんだけどな。まあ、そもそも試合なんで少し上げときますか。ミート B のパワー B、 総力も上げとく。あまり内野安打を狙うってことはないんだけど、レンちゃん行きましょう。これはまだ7か、来い来い、なんか食わしてくれ、ありがとう。これはやる気下がりそう。8だったね。ここで4とかさ、中途半端な数字だったらよかったんだけど。今野ちゃんはね、もう普通のイベントでどん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 評価が上がってくんで、あんまり気にしなくてよかったんですけど、レンちゃんマジか。いや、ほんと井戸端で評価下がんなくてよかったわ。あとは新島ちゃんがね、ポイントくれないと終わるんだけど。スライダー1か、全然曲がんないね。そうすると、あ、変わってる。とりあえずね、初戦はまあ全然なんとかなるんで、球場もねそんな大きくないんで。珍しくクロスプレーを見た気がする。ただ全体的な経験点はあんまりハマってないよね。バーニングがね全然ハマってないんで。てか新島ちゃん、新島ちゃんもマジか、レンちゃんもマジか。ちょっと振り回されてんな。
まあ、新島ちゃんはわりかし練習に出てくれるんで、ちょっともったいないけど、やっぱレンちゃん怖いからね、やる気がめっちゃ下がったね。これはレンちゃんいいね。で新島ちゃんもいるんで、よし行きましょう。で新島ちゃんの評価も完全に乗りましたね。試合前ってさ、なんかこの後のイベント、後イベじゃないんですけど、彼女系の後イベが起きないですよね、まあ、そういうもんなのかな。さてチャンスは取っておくか、あとはいかに打っていくか。片身打ちも取っとこう。初球もいいね、取っとこう。重戦車とかマジいらないかな。天球室だとかもね、変な話いらないっちゃいらないんだよね。一番やり、これ無得点の時だからね。一応取っとく。1点でも得点すると一番やりって効果がなくなるってことっすよね。共に2回の裏、波動攻撃に入ります。先頭バッターは板垣、ボール、パワフル。ここ一番やりが発動してるね。投げました。これは、はい、一番やり終わり。そう考えるとちょっと悲しい能力だよな。一番やり発動してないわ。スタートライブ無理だ。もうちょっと下だったか。ど真ん中のスタートライブかなと思ったけど、たださ負けてるね。第2球、負け、これスタードライブじゃないか、シンカーか。カウンター2ボール。投球はこれから3球目。よし、とりあえず同点。おいおいおい、これは どうなってんだ。こいつ乱調なんだ。もう乱調って何？調子極端とも違うよね。ちょっと切れたか。第4球を投げました。マジか、厳しい厳しいぞ。追い込まれた。第5球投げました。おお、怖い怖い。投げた。ほら、よしよしよし、ここ一番の勝負強さ。ちょ待って、マジで待って。どうなのよ、全く牙打たれてんの。あいつ何失点したの。マジで見たいんだけど、こういうの。誰が何失点したとか、自責点いくつだったとか。ちょい待てちょい待て。ホムラちゃん、やる気上げときたいんだよな。だこれもな、どうすっかな。体力を回復しつつやる気を上げていきたい。新島ちゃんとデートをするか、今野ちゃんとデートをするか。新島ちゃんにしとくか。やる気上がってくれるかな。まあ、体力がね回復するっていうのはもう絶対なんで、新島ちゃんに関しては。あとはやる気を上げてくれ。どうだ、いいとこ見せたぞ。上がった。とりあえずやる気を上げてくれたね。よし、もう一回ちょっと来てほしいね。4か5、いっぱい燃えてるけどみんなバラバラ。あ、いた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 、これはでかい。で新島ちゃんもいる。よしよしよし、最後に来て悪くない。全体的には何回くらい発生するんですかね。これやってるとやっぱりね、 2回か3回くらいなんですよね。4人5人っていうのが。で5人なんてもう全然ないんで、そもそも4人が、まあ、2回発生すればいいかなっていうところで。どこ本当にポジション、多分ファースト、あ、セカンドだ。守備終わってんな。ちょっと待って、これさ、なんか試合で失点してるのってさ、俺の守備がしょぼいからなんじゃないか。ちょっといいくらいの投げとこう。肩はいいわ、なんかそんな気がしてきた。いや、わかんないけどさ、勝手に騎馬のせいにしてるけど、もしかしたら俺のせいかもしんない。いや、セカンドマジあれ抜けんのかみたいな。お待たせ。そういうのがわかんないからね、途中経過的なのが。2アウトランナー2塁という場面、詰まってしまったか。これで3、
また牙入れられてんな。うわ、これちょっと詰まらせんな最近。6回の裏、波動攻撃に入ります。よし、とりあえず1本、あと1本、あと1本欲しい。もう1回余裕で待ってきた。湯場に変わっとるわ。フォーク、これはボール、カウント1ボール1ストライク、投げた、打った、センター方向に持ってきましたが、もう待ってこないね、さすがに。いやなぜか回ってきた。ほんと何なの、俺のせい。波動はそこまでな、炎上する印象はないんだけどね、牙だから。やはり俺のセカンドとしての守備力が問題なのかな。平山君打ちづらい。これいった、どう、よしよしよし、こんなんばっかだな。まあ、ただね、最後経験点をくれたんで、ホームラン打ったことによって、で最後練習できるのか。これ評価的には、評価的には新島ちゃんの評価下げたくねえからな。いや、最後の分で取っておきましょう。号令は、そう、普通にね、波動をやろうとすると新島ちゃんのね、評価がね、下がっていくっていうところがね、きついんですよね。新島ちゃんはね、あんまり波動にはね、合わないと思います。なんか取ってく？ついでだから。基本的に強振するから、アベレージヒッターとかはいらないんだよね。低級ヒッター取ってきますか、せっかくだから。対エース。ゼニガタってさ、エース級の力あるのかな？謎だ。あ、上り上司とかね、これにしよう。窮地も取っておきますか。速攻は2イニングとか、もうこういうのすぐ終わるからね。本塁生還も別にいいや。まあ、いっか、こんなもんにしておきましょう。とりあえず少しでもね、打てるように、特殊能力と通常の基礎能力を上げて、臨んでいきましょう。波動、先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面、初球を打った。ちょっとだけね、振り遅れたね、今のは。そして例に点取られるね。何なんだろうな。ランナー一塁という場面で板垣、第一打席はセンターフライに倒れています。投げました、これはいい。とりあえず1本でしょ、勝てばいいんだ、勝てば。波動、追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で板垣、今日2打点を挙げています。投球これから2球目。フルヒッターを持ってるさ、絶対引っ張り警戒してくるよね。第3球は入ってくる。おお、際どいとこ攻めてくるな。投げました、早かった、早かったね、今のはちょっと意識しすぎた。投げました、マシンで取れた、抜けた。ちょっとマシンすぎたか。ただで、パピオンだ、パピオン嫌だ。パピオンね、ドロップカーブが、ドロップカーブだよね。ドロップカーブがね、打てないんだよね、本当に。投球は3球目、投げた。こういうね、ストレートを逃さないと。3点取られてるか、キバ。完封してもね、いい能力は持ってると思うんですけどね。これどう？練習のあれ的には。あと1人、熊谷くん。新島ちゃんのコツで安全に行こっか。怪我してもな、しょうがないからな。ま、新島ちゃんのコツで行きますか。新島ちゃん結構コツ来てるね。コツイベントアップってついてたっけ。で、虹谷も好きじゃないんだよね、やっぱり強いよね。ということで、ミートを上げていきましょう。もう総力とかいいわ。虹谷はね、カーブとフォークが打てないからね。ただ6点取った。攻撃に入ります。先頭バッターは板垣、横にこう流れる変化球はまだなんとか対応できると。カーソルさえうまくいけば。インコース低め、ストライク、まずは見送りました。こういうカーブはね、本当になんだよね。
今のもスライダー。波動リードで迎える6回です。今日2打席連続でそう、ストライクからボール、あ、違う違う、ボールからストライクに入ってくるスライダーとシュート。波動リードで迎える8回です。ただこれ結局2択になるんで、ね、入ってこない可能性もあるから今回はうまくいってるね試合が。どうなんだろうな。あとはこうエピローグ経験点的なもので、まず新島ちゃんよ、とりあえず80ポイントもらっておいて、あれドラフト的なの大丈夫、なんかダメそうな気がするんだけど1位は無理か。まあしょうがない。よしよしよし、ありがとうにじまちゃん。あれ、あ、くれたよおお60くれるのか、でかいねやっぱり SR45 になると。コンノちゃんも経験点くれる、ホムラちゃんも経験点くれる。いやーすごいすごいすごい、ありがとう、みんなありがとう。レンちゃんもありがとうね、扇風機ありがとう。いや今暑いからね、ほんと扇風機ってか、まあエアコンつけてるんだけど、いいよ別に扇風機になっても。さあ最後はねだいぶ稼いだからねポイント。ここで4567100か、まあやっぱそんなもんだよね。もうちょっとやっぱりハマってくれないとダメか。7500とかなかなか厳しいね。多分もう本当にね上位に入ろうとするともう8000とかね出さないと無理だと思うんだけど、とりあえずもうこれどうでもいいわ。だってもういいよ、ちょっと扇風機ついてるから上げる気になれない。でまあ最終の得点を見ましょう。パワチャレには登録しません。1万8000出した時って経験っていくつだったかな。これも7000ちょっとだったような気がするんだけど、だから爆発力をつけるんだったらまあタックをね重ねた方がいいと思うんですけど、ちょっと足りなかったね。7200くらいいかないと多分経験点は更新できないという感じか。というところですね。多分あとは誰を入れ替えるか、ナヌークとか入れ替えても結局ナヌークもね肩だからね。だったらひじりちゃんと水鳥で守備を重ねてダブルタッグを狙いつつっていうのもまあありかもしれないんですけど、投手だったらね多分ねアフロイカリとあと球速だっけ、キバか、キバを重ねるとバリカシ点数は伸びるような気もします。まああとは変化球で昨日キノコと葵ちゃんを重ねるとどうなんだろうね。キノコのテーブルが分かんないけど、まあ、だったら多分球速2人重ねた方が経験点は伸びる感じがしますけれども、まあ、まだもうちょっと時間がありますので、一応総経験点7500を目標にやっていきたいと思います。というところで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。